演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、ファミリーマートのお母さん食堂を温かくての甘酢あんを食べたいと思います。竜田揚げってなんかね、鶏肉を思い出すんですけど、これはサバなんですね。中身は、美味しそうなサバが出てきましたね。それにタレの色もあれ色で美味しそうです。ではいただきます。甘酢だれが本当にさっぱりしていて、口の中でスッキリと食感が味わいを出しています。さらにサバもふっくらしていて美味しかったです。ちょっとタレに使ってるので、こういうものたくさん使うとかはないんですけど、タレもまだよかったです。こういうタレって、なんか小学校の頃とかは苦手だったんですが、最近だと好きになってきたんですよね。やっぱり味覚って変わるものなんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終了。